ドライブから帰ってきて翌日です。ジムニー専用のドリンクホルダーを買ったのでつけてみようと思います。女子でもつけれるか試してみます。ラジオペンチと六角の6ミリがあったらつけれる。はい、どこにつけよう。4パターンつける。どこがいいですか。4箇所。でも運転手であんな後ろにはね不便やから、これは運転席の人が使うようにつける。はい、でも邪魔じゃないかな。じゃ座ってみたら、まあ、ここは無難にいいと思うんですけど、この指示器が操作しやすいところ。そうなります。あ、でもここが位置調節はできそうやし、うんうん、そこはちょっと狭いな。ちょっとなんか渡りそう。こうでしょ。そこにスターを置くってことや。ああ、絶対ダメ。なんかそこに入れたまま、はい、開けて閉めたりしそうじゃない。忘れて。確かに確かに。あ、ほんなら結構飛んだりしそう。あ、ほんなここにしましょう。じゃあそこで。じゃあここで。はい。はい、ここのこれゴムで。はいはい。このゴムを多分最初に取らないと。ペンチは今ここにありますか。いや、ここにないです。そうそうそう、絶対無理でした。まあ、え、また違います。切れてしまう。一緒に行ってください。じゃあでは取ります。はい、引っ張ってください。周りが怖い。はい、取れた。あ、全然大丈夫です。親知らずのが抜ける感じで、はい、パネルを抜く、押し上げて引き抜く。え、怖い怖い、どういうこと。押し上げる、押し上げる。お、引き抜く、いけた。いけた。あ、取説通りでした。うんうん、一旦つけるってことですね。つけます。本製品裏側の粘着テープの剥離紙を剥がし外します。パネルの穴と本体の穴、左穴を本製品の左穴、あ、左穴、あ、真ん中じゃない。真ん中じゃないんですね。左穴これですよね。こことここを合わせるけど、あ、だからここにつけるときとかはまた違う穴なんかもしれないってことか。そういうことか。六角レンチの短い方を持ってボルトを締める。フックをしてからボルトをつける。6ミリ。毛玉だらけのズボンがバレる。締まってってますけど結構長い道のり。固定しますやから結構締め切っていいですね。力の入れすぎ注意。はい、閉まりました。はい、もうパチッと。パチッといけるんですかね。ん、これになんか寝ちゃう、剥がれてる。あ、もうはまった。あ、でもはまりました。おお、完成。終わり。あ、終わり。これどうしたらいいんでしょうね。余りました。であるスペーサーってやつはあれなんですかね。横につけるときは多分余るんちゃうかな。ときはスペーサーを使うんですね。できました。へえー、いい感じ。わかった。これここなんかアルミ調みたいななってるやつって、はいはい、ここと一緒になってんね。あ、ほんまや。あ、いいですね。めっちゃいい。純正って感じ。なんか純正っぽいし、ここもちょっとなんか質感、滑り止めみたいな感じになってて、うん、これがいいの。この、だってこの素材のこの流れですもんね。これ、こことここ同じ素材で。で、一回締めてどんだけ距離あるか。はい、ここも調節できる。調節できるし、缶コーヒーと、このスタバも入る。スタバも入る。ペットボトルサイズ。一回締めてみていいですか。はい、設計されてます。ちゃんといい感じ。いい感じ。ちゃんとここ指1本分ぐらいだけ隙間があります。ほんまや。ちゃんとちょっとヒヤッとしますね。でも1回目閉めた時ほら。けどまあまあけど全然大丈夫。はい、めっちゃいい。ちょっと高かったけどな。はい、3290円。ドリンクホルダーとしては結構高いけど、まあ完成度はいいですよね。純正っぽいし、うん、全然ここもエアコンの調整もできるし、はい、問題ないと思います。そうやったらなんかこっちにも欲しいな。まあそうですよね。6000円、高いな。でもね、後ろの人がここちょっと使いにくいしな。はい、まず運転しながらここはもうまず難易度高すぎじゃないですか。
ですか、うん、しかもミッションやし、うん、絶対こまずここに一つあるのは正解だと思う。じゃあ今度ドライブ行くときはそこを使って、はい、ここ使って。4人で行くんやったら4人やばいですけどね、荷物ぎゅうぎゅうやったし、うん、まあ、考えましょう。ちょっとはい、ということで以上です。またカスタムします。はい。